はい、お題レコード陽介カニンです。インミュージックジャパン重森でございます。よろしくお願いいたします。後半もう恥ずかしくはもうちょっとあれですけども、はい、真面目にやってくださいみたいなはい、ということでですね、はい、はい、華々しい、そうですね、スタートを今切りました。切りましたけど黒い MPC がありますね、はい、で、これは言わずと知れた、MPC のスタジオですね、はい、で、それの黒が、そうです、後継機種という感じですかね。あ、後継、色違いではない。一応こちらの方が、うん、まあ、生産完了になりまして、うん、こちらの MPC スタジオブラックという方に新たにモデルチェンジして生まれ変わって出てきました、ね、うん、なるほどなるほど、はい、ということですね、はい、パッと見はそんなに変わらない気はしますけど、で、ね、うん、なんで今日はちょっとせっかくなので、うん、古いモデルも用意したので、うん、まあ、どう変わったのかというところをちょっとご紹介したいなと思いまして、わかりました、しました、はい、はい、うん、もう一番変わったところはですね、あ、ていうか、はい、これ、ま、なんですか。あ、そうか、そもそも、はい、そもそもですよね、はい、うん、そもそもなんですか、はい、これ、うん、まあ、MPC っていうのが、まあ、結構もう昔からあるシリーズなんですけれども、はい、今この現行の MPC っていうのが、うん、こういったパソコンと連動しながら曲を作っていこうと。で、あ、作曲のものですね、はい、これ作曲ツールというんですかね。うーん、なるほど、はい、これがワンダー。そうですね、うん、ですね、初代 MPC、 あ、まあ、このスタジオの最初のモデルとか、うん、MPC スタジオというモデルですね。うん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 。で、それがパソコンの方にまあ音源とかこういった専用の MPC ソフトウェアっていうのはソフトが入っていて、うん、まあ、付属してるんですけれども、うん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 、でこちらの方と連動して演奏はこの 4×4 の16個のパッドで演奏しながら曲を作っていくというような商品ですね、うん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 、なるほど、はい、昔は、はい、この中で、こう音を記憶し、はい、全てが完結したんですけど、はい、うん、今やっぱり音楽制作をすると、はい、当然パソコンってこう必要になってくるというところ で、ね、はい、パソコンもほとんどみんなお持ちだろうということで、うん、もう記憶媒体だったり細かい演算、はい、演算処理、プログラム処理っていうのは、はい、こっちに任した方がいいんじゃないですかと、はい、はい、そうですね、いうのが、うん、新しい新生 MPC の特徴です、うん、そうですね、はい、で、はっきり言ってもう今までとは比較にならないぐらいの作業効率を実現した、はい、で、投射費で、うん、はい、多分2倍ぐらいとかは絶対早いよね。うん、と思いますね。下手したら3倍ぐらい早いでしょ、はい、昔のやつと比べると。そうですね、処理も早いですし、あと先ほど陽介管理人もおっしゃってた、うん、結局、最後パソコンで今、いわゆるそのミックスダウンとか、うん、マスタリングとか、うん、いわゆる最後の CD クオリティまで持っていくところの作業とかっていうのも、パソコンでやるケースがやっぱり多いので、もともとパソコンの中で作業をしていた方が、その辺もやっぱり効率がいいんですよね。うんうん、というのもあって今はこういう形になっていますと。なるほど、いう感じですね、というふうですね、はい、で、まあ、それで、まあ、その PC に MPC ソフトウェアっていうんですけど、はい、PC に移行した、うん、第1弾のシリーズとして、はい、出たのがその、うん、まあ、そうですね、ルネッサンとかですね、とか、このスタジオとかっていうようなことになるっていうふうですね。はい、で、 すね、はい、で、まあ、まあ、ソフト、使うソフトは今のところは一緒だと。はい、で、まあ、これ、うん、こっちはこっちでどんどん進化していきます、ね。そうですね。はい、いう感じなんですけど、はい、まあ、こっちで、ちょっと、もうちょいこういうふうにしてほしいなと、はい、うん、いうのを、ちょっと、いい感じに改善したっていう噂を耳にしたんですけど。はい、そうですね。はい、そこが、もともとこの MPC スタジオがですね、はい、見ていただいた通りで薄いんですよね、うん、薄さを結構追求しましたみたいなモデルだったんですよ。なので、例えばこの辺のつまみとか、うん、こっちのダイヤルとか、うん、っていうのも本当に高さがなくて、うん、持ち運ぶときに本当にノートパソコンと一緒に、うん、の持ち運ぶような感じのコンセプトにしていたんですけれども、こちらのブラック、うん、進化した割には高さが、あ、本当だ、出ました、うん、本当だ、こう回すような感じですかね。
こっちの方が回しやすいですね。そうなんですよ、うん、やっぱりこれもう本当に薄さを追求したので、うん、やっぱり操作性っていうことで言うと、うん、やっぱりこの辺のダイヤルでしたらまだあれなんですけども、うん、この辺のちっちゃいダイヤルとかってやっぱこう回すよりも、うん、こうつまめてこう回せた方がやっぱりパフォーマンス性も高いだろうというところもあって、うん、こちらのスタジオの方も薄さだけではなくてやっぱりちょっと使い勝手のところも向上させていこうということで、ね、高さのあるノブに変更しました。なるほどなるほど、はい、なるほどなるほど、そういうことですね。そうですね、うんうんうん。